おととい25日日曜日に温帯低気圧になった台風2号、その後も大きな変化がありました。野澤さん、その後どんな変化があったんでしょうか。そうですね、熱帯低気圧である台風が、はい、温帯低気圧に変わって急速に発達したというのが一つの今回の特徴だったかなと思うんですよ。はい、でまずは雲の様子から見ていきたいと思いますが、はい、こちらが4月24日12時の雲の様子です。この時はまだ台風でした。でこちらここにあるのが台風ですね、台風2号、はい、で、こちらですけども気圧の方としてはまだまだもうだいぶ弱まっていたので990ヘクトパスカルだったんですよ。はい、こういう状況でした。まあ、だいぶ衰弱していたような状況だったんですけども、でこの台風2号だったもの温帯低気圧になって、でこちらが今日の12時です。はい、でどこまで行ったかというとここですね。だいぶ離れましたね。うん、ここに来ました。もともとこの辺だったのでぐーっとこう移動していったわけですが、はい、でここ今度は900、ここで46ヘクトパスカル。はい、だいぶ発達しましたよ ね、 そうですね。先ほど990だったので、はい、台風の時よりもかなりこう発達したような状況となったというところもあります。でじゃあ実際に昨日から今日に関してどうだったかというところで、ね、はい、もう一度見てみたいと思うんですが、これが昨日4月26日午前9時の天気図ですけども988ヘクトパスカルだったんですよ。はい、でそれが今日の朝9時、24時間経った後ですけども944ヘクトパスカル、はい、24時間で44ヘクトパスカル気圧が下がったということで、まあ、いわゆるこれ爆弾低気圧ですよね。なるほど、うん、そんな状況になったということが言えます。はい、でじゃあこうなった理由というのはどこにあるのかというところなんですけども、はい、今回の台風2号というのは、まあ、熱帯低気圧ですから熱帯の、熱エネルギーでこうやってきたんですけども、そこに冷たい空気を伴った気圧の谷がぐーっと接近してきた。そうすると冷たい空気を引き込んでくるので今度は温度差によって出てできる、まあ、性質が温帯低気圧に変わって、しかもその冷たい空気の方がかなり強かったのでね、はい、そこで一気に発達したということが言えると思います。でこちらなんですけども、はい、今度はちょっと分かりにくいんですが水蒸気画像の方で見てみたいと思うんですけども、でまずですねこの辺り、これが台風2号なんですよ。はい、でその後ろから少しグレーの部分があるんですが、はい、これが気圧の谷なんですね。で気圧の谷がどん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 接近してくる。で台風2号の方にぐーっと入り込んできています。このグレーの部分が台風2号の方にぐーっともう温帯低気圧になってましたけど回り込んできていた。もうここでかなりねしっかりと変わっていたような状況なんですが、はい、あとはこの辺りどん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 中心付近が真っ黒になってきますよ ね。 そうですね。これは何かというと、はい、上空の500ヘクトパスカルだいたい5500メートル付近の気温が一気に変わってるんですよ。でこれはどういう状況だったかというと、はい、ちょっと見にくいんでねこれ5500メートル付近の天気図だと思ってください。はい、でそれでここで拡大してみるとこれがちょうど台風2号があったところなんですが、上空5500メートル付近でだいたいマイナス6度ぐらいなんですね。でここに W とあります。はい、W とあるのはこの場所で周辺と比べてここの空気は暖かいですよということを言ってるんですよ。はい、台風は熱帯低気圧なんで、はい、暖かい空気をしっかりと持っているといった状況になっています。でこれが24日の段階だったんですけども、でこれがですね今日の午前9時になったらどうなったか、今度は発達してこちらの方に進んでいったんですが、はい、先ほどマイナス6度でしたけども、周辺にはもうマイナス24度になって、これ C ってありますよね。あれさっき W でしたね。 W でした、はい、W ですからウォームですから暖かい、はい、今度は C でコールド、冷たいになってますね。はい、なので熱帯低気圧だったものが今度はいわゆる上空に冷たい空気を伴った低気圧、寒冷渦に変わっているということで、はい、かなりね、極端な変化をした、まあ、それに伴って急発達したというのが今回の台風2号だった熱帯低気圧が温帯低気圧に変わって急速に発達した、まあ、理由かなということが言えると思います。はいはい、本格的な台風シーズンはまだ先ですが、台風から温帯低気圧などに変わった後もまだまだ注意が必要ですね。そうですね。はい。